はい、丸くにです。今日は一人じゃないです。待ち合わせして入りたいと思います。なんだろ、すごい。何これ。人みたいな、ヒラメみたい。ちょっと見た目、ハマチっぽいですよ。ヒラメは多分、あの縁側にちょっと近い味だと思うんだけど。わからん。オリカ。何ですか、それ。バツです。すごい。すごい。なんでそのレンゴンの。わかんない、水みたいなの乗ってるんだろ、わかんない、そんなの、え、そい。なんだろう、面白いです。なんでそれが乗ってるのかな、わかんない。あ、でも、あ、そいだから、そい、そういうだからここ使いますよ、これ。なんで、うん、何に使いんだろう、味はない。歯ごたえはある、うん、歯ごたえはある。とんでもない層が出てきたから。なんだろう、タイに近いのかな、タイ。うん、タイに近いかも。うん。美味しいことは美味しい。深海魚かな、うん、全然見たことない、皆さん見たこともありますよね。ご存知でしょうけれど、いやいや、見たことない、見たことない人も多いかもしれない。見たことないけど、まあでもまずくはない。癖がなく、さまざまなお料理に使うやつ。そう、うん、癖は全くないっていうか、味がない。メバルの石って言ったら、メバルとか、何がいいですかね。また牛でいきますか。いや待って、さっきコアラだったんだよな。コアラでいこう。さっきコアラだったから、コアラ。そうそう、前回牛だったから牛でいこうっつって牛で当たったんだよ。コアラで、当たんないよ。二人で食べました。言うほど食べてないね。はい、今日はにゃんたくんさんと丸くにに来て、いろいろ話してたら言うほど食べないで終わりました。どうもはあ、お腹いっぱい。おい、すんごいな、車がすごいな。
今日はね言うほど食べなかったですねよし、いろいろ話しました。よかったです。以上、マルクニでニャンタキュンさんと回転寿司に行きました。体育の兄さんでした。普通にいます。お疲れ様でした。ラジオ鳴ってたね。まあいいや。